えみこです。かずきです。あらさんの希望デカモニです。めっちゃ久しぶりの声が高く久しぶりに会った、うん、そう、今日はもう冬が近づいてきたということで、私たちがしている冷え性対策をご紹介したいと思います。イエーイ。そう、大事よな。大事、めちゃくちゃ冷えるし、うん、ちなみに何してますか？えみこは結構なんか今日もさ、これ薄いの着てるねんけど、うん、中に実は裏肝のヒートテックみたいなやつを着てたりとか、うん、そう、この間買ってん、あのグラマラスパッツよくさ、インスタグラマーさんとかが上げてるやつ、うん、私は買いましたよ。でもカズキも持ってました。グラマラスパッツとなんかユーブみたいな方を両方持ってて、裏肝、うん、去年1年それでマジで乗り越えれた。え、めっちゃあったかいよな。めっちゃあったかい。え、これはほんまにおすすめ。高いけど、タイツそんな買い替えんでいいって思ったら、おすすめ。そう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 、うん、なんか着圧もやけど、なんせあったかい。あったかい。なんかほんまじでデニムの下とかにもずっと履いてた。履ける履ける履ける。そう、裏肝やから履けるかなって思ったけど、うん、履けるよな。全然履ける。うん、おすすめです。おすすめです。で、かずきちゃんはなんかやってる？かずきはもうやったら生姜を食べる。うん、なんかスープとかにも生姜そのままを切ったやつを絶対入れて食べてるかな。うんうん、あー、でもエルコも食べる。うん、ほんまに。なんか常に生姜常備ぐらい。うん、分かる分かる。食べてて、あとなんかそれこそヒートテックをずっと着とってんけど、かずきめっちゃ肌が弱いから、うん、ヒートテックを着たらめっちゃニキビができてたんよ。あー、なんか汗吸収してかったりするもんな。そう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 。で、化学繊維が分かるのかなって思って、うんうんうん、なんか無印の綿のやつに変えて、綿 100% みたいな、うん、それめっちゃあったかい。へぇ、あら、そう、それもおすすめです。へぇ、でも確かに綿っていいよな。そう、めっちゃあったかい。なんか冬じゃなくて夏の話になるねんけど夏にその接触冷感のさ、布団に敷くシーツみたいなのあるやんか、あれを買ってんけど、なんかやっぱ多分化学繊維があかんかったんかな、うん、汗かいて、でその汗となんか化学繊維とであかんくってちょっと無理やって、うん、でそれでエミコもなんか一時期綿のやつにしてん、そしたらまあ涼しくはないけどなんか改善されるよな。そうそう、改善された肌は、肌は改善された。おすすめ。なんかあとは、うん、あ、そのカイロの貼り方をめっちゃ気をつけるようになった。あー、カイロの貼り方、これね。そう、なんかここに貼ってる。カズキは、うん、あのお腹とか腰とかはなんかもうやめて、うん、なんか脇の下に貼ってる。あー、脇の下ね。なんかそのあれ、熱中症になって冷やすところに貼ったらあったかくなるっていうのを見て、脇の下ここら辺と、ここら辺と、あとなんかそのお尻の穴の上ら辺、あ、でもそっちを温めないとあかんっていうような、がなんか女優さんとかも貼ってるみたいな見たから、なんか普通の撮影の時はもう絶対貼れへんけど、脇とかでも貼っても全然いけるような服の時は貼ってる、うん、え、だってさ、そのお尻の穴の下にさ貼る用のカイロ売ってるやんな。売ってる売ってる売ってる。なあ、あれ、そう、試してみたいと思ってて、私なんかまあ、え、それを使ったことない。あ、ないんか。普通のカイロはズボンの裏に貼ってる。あ、なるほどね。そう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 。へえ、でもここな、ハロー、うん、こことお尻の下ね。で、エミコさ、その釣りロケの時に、うん、今全身20箇所ぐらい回路貼ってんやんか、うん、また増えたわ、21、22、23。え、そう、でもなんかここだけやったら1、2、その3、うん、あとなんか腰ら辺、うん、とかお腹貼るだけやから5枚ぐらいでいけるみたいなのをなんか見て、うん、女優さんはそれでいけてるみたいなの見たから、減るかもしれないんで、枚数も減るかもな。ほんまや、23になるのか、うん、18とかになるのか、正直やばない。ほんまに30個入りとかあるやんか、うん、あれ買ってほんまに一気に。でも大きさが違うから、大きいの貼ってるところと小さいの貼るところとかあるから、うんうん、そうそうそう、でも半分ぐらいなくなる。コストコ行くとき買わなあかんじゃん。え、そう、買う買う買う。そうや、コストコ行こう。そう、今度コストコ行こうっていうお話をしてるんです。そう、はい、買います。買います。まあね、うん、みんなどんなことやってるんやろな、まあ、絶対絶対、うん、またなんかおすすめの冷え性対策あれば教えてください、うん、教えてください。このチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、シェア、よろしくお願いします。じゃあねー。